ヘイヨーケンツメッシ絶対右上注目はい注目はいこの無料のエメラルドはネガティブ毎回順位入るとね1000円目とかもらえるんでそれが余ってんのかなって感じですはいフォーツンはいちょっとねゴボリ完成させたくてトリトンはちょっと妥協しましたゴボリ使いたくてもううんあと1000枚来たらカンストでトリトンはあと13枚なんですけどトークンがあるのとそのまあ適当に人気のやつ出しておいいか人気のやつ出しておいてラムライダーとかみんなカンストしかないやろだからトリトンは多分トークンでいけるんですよねその今後のチャレンジとかそういうの見据えてったらまあ来ると思うんですよなので今回ゴボリをフォーチュンで、完走させていきたいと思いますまあ夏だし花火だしプール祭りデート旅行海バーベキュー関係ねえ俺にとってはクラロワしかいないんですよ彼女という人件費を削減してきた今いつ使うんだということですよ、まあ、もし仮に彼女がいると仮定しよう今年もね2019年バージョンねえねえケントねえねえケントあの屋台のさ、あの美味しい、あの1本750円する串食べたい。買ったろ買ったろっつって。いうわけで今日もね回していこうと思います。はい、まずフォーチュン。オッケー。で、ウルトラは来ないんですけど、まあトリトンが来たら美味しいかなって言ったところですね。ねえ、ビトンのバッグ買って。買ったろ買ったろ。買ったろ、ビトンのバッグいくらすんだ ?15 万ぐらいすんじゃね。じゃあ、待って、なんでそんなことするんさあ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 来い来い来いいや待ってんいや待って最後でフォーチュンの可能性でもさレア3枚だっしょいけるっしょ別にデスガイとかないっしょ待って待ってこれやった俺さてはかまへんかまへんビトンのバックビトンのバック来い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 よしよしオッケーウルトラ来たトリトン、トリトン、なんかゴールドが見えた。ゴールドが見えた。トリトン、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 トリトン。ナイストゥーザナイス。ナイストゥーザナイス。マウストゥーザマウス。はい、やっていきましょう。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。今ね、ビトンのね、カバンのどうだポッケぐらい、おまあまあ、トリトン来たら全てを許そう。そんなバカ息子。それでも愛そう。ぶっ飛ばすぞ、マジで。おい静かに、静かに。真夜中真夜中頼むもうなんでそんなごぼりもうちょっと待っていやもうまあトリトン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 イエス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 さてはトリトンも行くこれフォーチュンとか関係なかったさてはちょっと待って考えろとりあえず12人アップグレードするあと910枚で1回あたり55枚出るってことはですよ17回引けばいいんですよね。約17回。ってことは、17回ってことは、12,750円目。だから、最短あと12,750円目でいけるってことですね。オッケーオッケー、いってこう。レッツゴーで今日完走したら、マルチ行くよ。待って、ちょっと待って、レアがさ、トリトン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 ト帰れお前マジ待ってレアがバックボールだお前ムートはいやんねんつって俺ムートついとんねんつってっつってなやかまし待てゴボリもうちょ待ってゴボリゴボリゴボリゴブゴブオリ待ってふざけんなマジでちょ待って待ってやった俺レア待ってザッパどうでもいいちょっと早くよし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 落ち着けマジでちょ待ってレア3枚の時って引くべきじゃないさては待って、トリトンじゃない。ゴボリ、イエスイエスイエス。イエスイエスイエス。イエス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 。イエス。そろそろビトンのカバンの手下げぐらいはいったか?まあね、夏、彼女行く方はですよ。ねえねえ、旅行行きたい。浴衣、違う。花火大会行きたいっつって。浴衣レンタルしたいっつって。レンタル、任せっつって。もうね、心がスーってなる。25,000円入れたんすよ。iTunes もうね本当に使うことがないマジで使うことがないもう頼むトゥン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 ゴブオリくれよ
トリトン、うん、トリトン。お前はいい。ちょ、待って。渋くね？ちょ、待って。頼む。ザップ出んな。お前がいらねえ。ちょ、頼む。オーケーオーケー。え、待って、これ、レアってさ、さては確率的にもう関係ねえ。関係ねえ。マジで関係ねえ。レンダゲ。Yes.待って、もう本当に腹立つんだけど。マジでさ、待って、もう、4000円ぐらいは絶対ドビに捨ててるよね、今俺。待って、報われない。本当にやめて、もう、だってこんなん750円目でさ、スターポイント1509とかいらねえんだよ。待って、計算しようか。あと500枚と考えて、あと10回引けばいいと。あんな700枚に余裕すぎる。ここら辺でね、まあ、彼女って方もいると思うんですけど、妹がな、妹が買ってくれって言われて、買っちゃうからメロンパン買っちまうっつって、やかましいわっつって、その話出すなっつってな。うん、いやー、夏ね、夏っていいよな。うん、だいたいね、夏にね、花火大会ね、ダブルデートで行くカップルは失敗するんで、2人で行ってきてください。はい、いやー、東京来て花火大会俺行ったことなくて、行ってみたいんですけど、誰を誘おうって感じになるわけよ、マジで。いや、女友達とか誘うのなんか違うし、男と行くのも違うし、みたいな。なった時に、もうよくねみたいな。うん。屋台分フォーチュン引くべっつって。フォーチュン待って、ゴボリ。ここでゴボリ、マスケが出たらゴボリ出ないっしょ。トリトン。うん、トリトン、イエスイエスえ、ワンチャン6ね、あと10枚やで、トリトン。え、2枚抜きいけるさては。え、いけるでしょ。え、いけるっしょ。ちょ、待って。この夢使いけるよ、俺今日。まずとりあえずゴボリ、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。え、これトリトンいける？頼む、トリトン来い。まあ今回はトリトンはなしと、オッケーオッケーオッケー。ゴボリオリオリオ、ゴボリオリオ、なみんな怖いっしょ、これ酒入ってないんだぜ、シラフだぜ。あっ、でドロ、ゴボリの真似うまくね？うまいよね。でゴボリ並みに家に引きこってますって言ってるけど、最近走ってんだ、外ジム行ったりしてて、じわるっしょ。あ、トリトン出ないね。まあ、あと3回。ねえケント、天気の子を見に行こう。一般だと映画のチケット1500円。よし、行ったろ。僕にできることはまだあるかい。何が愛にできることはまだあるかい。ああ。トゥルトゥ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 みたいな曲なんですよね。で、松旅と天気とか見に行ったんだけど、松旅がすげえアニメ好きなんで、その映画見た後に、いや、なんか違かったなみたいな、こう、ディスり始めたの、天気の子。で、俺も、あ、そっか、天気の子別にそんな面白くなかったなと思っちゃったんだけど、その後ね、こう、クラロワ海外の人たちがみんな天気の子見に行くの見ると、あ、やっぱ楽しかったよねと思うんすよ。で、あの日、妹ロワイヤルっていう動画を出したんですけど、その編集が終わんなくて、映画の直前で、ごめん、ちょっと、松並待ってっつって、俺、編集だけ終わらせてから行くわっつって、見に行ったんで、遅れてんだよね。ゴブオリが来ない。トリトンよ、聞いてよ。トリトン。お前はいいねん。お前はマジで黙っとれ。今はいらん。待って、早くゴボリ。まあ、でも2万5000円で、まあ、完走するならいいんだけど、無駄なやつがね、誰かね、これ数えといて。ゴボリもトリトンも出なかった、750円ドブに捨ててる回数数えてください。はい。マジで痛い。もう、まあ、マスケが出たら、お前、マスケお前ぶっ飛ばすぞ。お前、消すよ、お前。マスケこれ消せないの？お前、ちょっと待って。マジで、お前、絶対スターレベル。ちょっと待って、あと4900円。まあ、カンストはすると思うんすよね。来い。オッケー。リーチ。で、トリトンが、
来たら美味しいよ。トリトン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 。あるで、あと9枚っしょ。無理だ、こっちで引くしかないよね。待って、レア、ちょっと言っていいですか、おみくじ、おみくじ。さあさあ、お前遊ばせろよ、遊ばせて、俺に遊ばせてくれよ。はい、カンストと、ありがとうございます。トリトンがあと9枚なんで、まあ、このトークンが入って今後のグローバル大会やっていけばいけますね。よし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 、来た、ゴーブリンの檻が来ました。素晴らしい。さあお前よ、最強になる、最強になろうか。スターレベル3だと最強になろうぜ、俺と一緒に。イエス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 。じゃあゴボリスパーキー使っていくか。ここと、なんだっけな、これで合ってるかな、こうだっけ、ちょっと待って、デッキなんだっけ、ツイッターで見るわ。でゴボリがね、今マジで強いんで使っておきたいなっていう風に考えましてですね、ゴボリ三重士、ラバーとかもいろいろあるし、神器も使えるんでね、でスケラもあるんですよ。でゴボリをちょっとね、こう詳しく知りたい。今シーズン下方来たらマジでぶっ飛ばす。でゴボリスパーキーがね、あるんですよ。確か、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。神器は、あるけど、待って、ゴボリスパーキー全然ツイッター載ってないんだけど。え、俺の過去の動画見た方が良さげ？あったあったあった。ゴボリダックフリー。合ってるね。これで合ってる。ライトニングの、こうで、こうで、こうで、こう。オッケー、合ってる。いきます。さあ、ゴボリよ、俺にその力を見せてくれ。来た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 。よろしく。日本人か、これ。わかんないけど。もう、檻がかっこよすぎんだよ。まず待つか。うん。うんうん、まず待つか。まず待って。いや、これ雪玉だったな。まあまあまあ、エレキでペッカ風味出していこう。まあ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 。言うの、言うの。30。あー、神器ね。オッケーオッケー、把握した。でも、ごぼり最強じゃない？ちょっと待って待って待って。あのね、こいつがマジでだるいのね。ここ一回。お、これ、これですよ。で、次来たやつは、エレキで全てムニキース。帰る、お前。で、カウンターになると。待って、アド取られないこと気をつけて。アイゴレで返されるよな、これ。おっと、すげえ。これ、硬いぞ。ゴボリかっこよすぎだよ、マジで。相手ザップないんで、スパーキーで全てをほふる。ケツインドラが言うてだるいんですよね。いやー、これ虫だったかな。まあ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 、ちょっとサイクルを作りましょうか。これ、メスかないで。どう思う？延命する？するよね、絶対。しない。で、ゴボリ構えといて。いや、紙じゃね？どう止めるんだい、これを。エレキどう止めるんだい、ロリババやったところで無駄だよ、無駄だよ。え、ちょっと待って、うんうん、許容ザウルス1号、
エレキが強いよね。で、ゴボリ出して、はいはいはい。相手が上手くね。え、何その、え、ちょ待って、負けちゃう。待てよ、うまい、うまいね君。ちょ待てよ、サイクルを作れ。待って、インドラやばくね。まあ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 、これさ、ダクプリないのが言うて痛い話する。で、こう逆サイ来ても守れる。待って、ばっかじゃねえの。ちょ待て待て、バカじゃねえの、バカじゃねえの、バカじゃねえの、ねえバカじゃないの。待って、あ、最悪、もう、いやいやいや、ちょっと待って、もうこれは違う。まあまあ、グッドゲームっすね。俺が下手だった。ゴボリちょっと要練習だ。ちょっと待って、もう一回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 。なるほどね。ちょっと、あのね、ダクプリがいないのがちょっとだけ不便だと感じただけだって。今のは勝てるね。なるほどなるほど。エレキ、うまかったな相手。あれ言うのつって、まあちょっとところどころ事故ったよね。ダクブリいるわ。俺何を言ってんだ。マジダクブリいいんじゃん。ごめんなさい、普通に負けた。あれ勝ちたい相手だったな。これはクエインクホグのやつってなると、ゴボリがマジ無双してくれるはず。これだけで受けていただいて。ただこれゴボリ出すタイミングマジで大事だな。これマジ今からカウンターもらうだけなんで、これ全てが。コウモリいるよね相手。なんならバルキーとかスケで受けて返りつつ打ってくれ。ナイスでーす。メガゴ出して逆サイホグ。オッケーで、バルキリーをどこに出すか、そこか。オッケー、把握した。ダックプリ出してあげて。難しいな、ホグを受けるタイミングにゴボリを出せれたらいいのかっていう感じはする。左なんかで受けてくる。で、ここのね、迫撃がマジでどうしようか迷う。あ、でもこれゴボリ、あー、ザスザスザス。5、6、まあカウンターもらう顔してるなこれ。最悪ライトニング防衛ここはでいいでしょう。まあうまいが、しかしもう一回迫撃から組むんですか。これだけで処理してバルキリー出てくるよな。 OK 使った。じゃあこっち行かせていただきますよ。あ、で、地震がやばい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 って。待って、地震めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてる。待って、めっちゃ揺れてる。待って、めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてる。ちょ待って、ナイスです、ナイスです。アタックめっちゃ自信やばかった今。ライトニング構えて、
逆再しか来れないでしょ。待って試合審査がないで、よし、地震来た、怖かった。相手アースクエイクだろ、不謹慎だけど。違うんかーいっつって。ということでごぼうりが完走したのでこれであげるか。どれだっけな、ごぼうりガゴ工場、ランバーじゃなくてダックプリか、ダックプリの、ファイボー雪玉、まあラポカチ神器ってやつっすね、要は。それをちょっとね、使おうかなとも考えております。ごぼうりがね、本当に強いんで、ちょっとね、使ってみたいなっていう気持ちが一番多いですね。これも、これかこれで上げていこうかなと思います。もしかしたら普通のゴブジャイスパーキーに戻すかもしれません。ということで、今回ね、ごぼうり感想動画といったところで実際使ってみたんですけど、まあもうちょっと研究が必要かなとは思いました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ。